ズーチューブチャンネル。行くぞ。オー！ YouTube チャンネル。スタート10秒前となりました。6番、3番、5番が人気。針が動きます。5秒前、3秒切りました。2秒、1つ目の準決勝9レーススタートしました。赤ランプ、赤です。3番車および5番車フライングのため再発送といたします。2度目のスタート、ブルーランプ1つずつ消えていきます。針が動きました。3秒切って2秒、9レース準決勝戦スタートしていきました。今度は決まりました。それでも行った。3番の松本康が前まで行きました。5番の田中茂も好スタート。6番の二村飛龍も4番手あたりか。7番の中村雅人がコースを見つけました。中村雅人、8番の木村武史は6番手です。中村雅人がインコース上がってくるところ、レースは2周目に入っていきます。5番の田中茂、懐上がってくるのは二村飛龍。二村がトップに立つのか。2周目のバックストレッチ、4車が接戦です。6番二村飛龍抜け出しました。7番中村雅人が2番手、5番田中茂です。3番の松本康史、レースは3周目に入っていきます。二村飛龍がトップを奪いました。中村雅人が追随しています。3番の松本少し離された。5番の田中茂が4番手の位置です。6番二村飛龍が抜け出すもリードはほとんどありません。7番の中村雅人、柵あるのか、外を選択している。レースは残り半分を切っていく。インコースを走るのか、いや中村を警戒しながら二村飛龍がしっかりとトップを守っています。この位置は何とでも守る、そんな競争を見せつけています。3、4コーナーはインコースです。7番の中村が2番手、6番の二村飛龍が先頭。レースは残り2周を切っていく。1、2コーナー濡れたところを避けて二村飛龍がトップで回っていきます。その外を中村雅人です。3番手も決着ついたのか。3番松本、その後ろが5番田中茂、1番の竹中。4コーナー立ち上がって青旗目にして最終周回です。6番二村飛龍、 G1 連続優勝が見えてきました。さすがの立ち回りでした。中村雅人が2番手、二村飛龍、そして中村雅人の2人が明日の優勝戦進出を決めていくことになりそうです。二村飛龍が決めました。トップゴール、中村雅人、松本康史、田中茂です。9レースの払い戻し金2連単6番7番1380円、2連複6と7で1000円です。3連単6番7番3番は4160円、3連複3と6と7 690円でした。さあ、行くぞ！オー！ YouTube チャンネル。お送りになります。2つ目の準決勝戦、10レースは10メートルオープン、10秒を切りました。針が動きます。3秒切って2秒、2つ目の準決勝10レーススタートしていきました。6番の山田スタートをくれました。4番の渡辺敦が有言実行か、スタート決めていく。3番の岡部潜り込みたいが5番仕事日が追走しました。
4番の渡辺、5番の重富です。1番の春本、小回りで3番手か。3番の岡部、まずは中間コースを選択している。レーサー2周目に入っていきます。佐々木圭が岡部を粉砕か。インコース狙いかけてはここ5番手、8番の伊藤信夫6番手です。6番の山田、さらには2番永田圭一郎が下がっています。先頭2車抜け出しました。渡辺篤、重富大輔、4コーナー立ち上がっていきます。レースは3周目に入っていく。渡辺篤、5番重富大輔と人気の2車抜け出しました。佐々木圭がコースを見つけた。3番手浮上となった山陽ナンバーワン佐々木圭がここから前2人で追いつくんでしょうか。4コーナー立ち上がってレースは残り早くも半分を切っていく。渡辺篤ペースを上げていく。重富大輔もしっかりと食らいついていく。2番手3番手見てください。少しずつ車間が縮まってきました。7番佐々木圭に出番が出てくるんでしょうか。1番の春本がその後ろ、3番岡部が5番手。レーサー残り2周を切っていきます。4番渡辺のうち重富大輔狙いかけたが入れませんでした。7番の佐々木が猛追です。先頭4番の渡辺リードは1車身半。2番手5番重富大輔が粘れるかどうか。7番の佐々木どうする。佐々木上がってこれるかどうか。青旗目にして最終周回です。佐々木が追いついてきた。佐々木が追いついてきた。3番手が2番手上がってこれるかどうか。4番の渡辺がトップ、5番の重富がインコース狙う。7番の佐々木どうする。3番手までか。その後ろ1番の春本だ。最後の直線に入っていく。4番の渡辺篤が押し切ってみせた。5番重富、佐々木は3番手。10レースの払い戻し金2連単4番5番で600円、2連得4と5で410円、3連単4番5番7番で2230円、3連複4と5と7930円でした。YouTube チャンネル。8番鈴木圭一郎もちろん人気。2番永田、32期の2人です。11レース準決勝戦です。10秒を切ります。針が動きました。5秒前、3秒切って2秒、3つ目の準決勝11レーススタートしていきました。3番の松山が好スタートか。01番の塚越、そして1コーナーですが、ここは外から8番の鈴木圭一郎をかましていくも、内から久門がトップで回っていきます。10戦突破久門、さらには鈴木圭一郎です。6番の丸山聡も好ポジションです。内切り返してくる浦田の姿。2番の永田が下がってしまった。レーサー2周目久門がトップを奪いました。1番の塚越が下がって、2番手はインコース7番の浦田、外は8番の鈴木圭一郎で2番手争いです。久門が抜け出していく。浦田慎介が2番手、鈴木圭一郎が3番手から前を追いかける展開。レーサー3周目です。久門徹が中間コース、内々は7番の浦田慎介です。8番の鈴木圭一郎が車を内に向けましたが、ここはまだまだ3番手のうち、6番の丸山聡の逆襲が始まる。丸山聡もインコースを進んでいます。レーサー残り半分を切っていく。浦田がトップに出ました。相性抜群山陽走路、インコースにこだわるパンジャー浦田慎介がトップに出ます。2番手ですが丸山聡だ。2番手は丸山聡、そして久門徹と争って内が空いた。鈴木圭一郎の道が空きました。鈴木圭一郎が3番手浮上となった。レーサー残り2周です。浦田慎介がトップでバックストレッチ。丸山聡が2番手、3番手は8番の鈴木圭一郎です。焦点は2番手争いになりました。レースを作った久門徹は4番手交代、その後ろ4番の岩田幸雄、4コーナー立ち上がって青旗目にして最終周回です。7番浦田慎介トップで最後のバックストレッチ抜けていきました。2番手争いは6番の丸山聡か、それとも8番の鈴木圭一郎入れない。6番の丸山が伸び返す。8番の鈴木圭一郎どうする。外を開けていく。6番丸山と鈴木圭一郎2番手争いだった。勝ったのは浦田慎介。丸山聡が2番手もぎ取りました。2連単7番6番2万90円、2連複6と7、6500円、3
3連単7番6番8番は53,040円、3連複6と7と81,310円でした。行くぞ。オウ。YouTube チャンネル。10メートルオープン。最後の準決勝戦スタート10秒を切ります。針が動きます。5秒前。3秒切って2秒、12レース準決勝戦スタートしていきました。3番の岩崎がダッシュ決める。1コーナーは3番の岩崎が電光石火のスタート見せつけました。2番増崎が小回りです。ここがポイントになる増崎、2番手守ります。4番の西村龍太郎ついていく、7番の篠原、8番の青山ですが6番男子、ここから追い上げていけるんでしょうか。5番手藤岡、レースは2周目で入っていきます。増崎陽介のインコース2周1コーナー、西村龍太郎が上がってきました。西村龍太郎2番手浮上です。2番増崎、7番の篠原、8番の青山、まだまだ5番手の位置。4コーナー立ち上がってレースは3周目に入っていく。岩崎が逃げる、西村龍太郎が捕まえるのか。篠原が潜り込んできました。2番増崎が滑って交代、8番の青山もここは4番手浮上となりました。5番吉原の逆襲か、中段5番手7番の篠原が流れてしまった。青山が3番手か、もう一度戻ってくる。篠原が外を行きます。8番の青山は内を狙っています。3番岩崎まだまだ先頭キープ、4番の西村龍太郎が2番手、3番手合わせてきた。篠原の懐ナンバーワン青山がさすがのさばきで3番手浮上です。レースは残りで一勝切っていく。一発決めたのか、真っ赤な勝負服3番岩崎良一です。岩崎が決めてくる、西村龍太郎がついてくる。地元山陽25キロワンツーに青山周平が上がってきた。狭いところ飛び込む、青山が合わせてきた。2番手負傷、流れた西村龍太郎交代。そして4番手から3番手上がってくるのは7番の篠原敦だ。最後のバックストレッチは3番岩崎良一対ナンバーワン青山の戦い。最後飛び込み台、3番岩崎良一が一発決めました。明日のファイナル進出を決める。青山周平がインコース上がってくる、伸びてくるも3番の岩崎良一か、それとも内青山周平か、接戦ゴール。12レース2連単は3番8番で1,400円、2連複3と8で380円、3連単3番8番7番は4,980円、3連複は3と7と8670円でした。